今年4月の統一地方選挙では、県内の自治体でも首長選挙や議員選挙が行われました。今回の統一地方選に絡み、県警が複数の事件で合わせて20数人を摘発していたことが関係者への取材で分かりました。この中には買収や投票偽造の疑いなども含まれているということです。県警は統一地方選に関する一連の捜査が終結したとして、明日にも取締本部を解散する方針です。